12人の優しい日本人は、三谷幸喜の儀曲。自ら主催する劇団、東京サンシャインボーイズのために書き下ろし、1990年7月30日に、東京、シアターサンモールで初演、新劇1991年7月号に、掲載された。映画、12人の怒れる男へのオマージュとして、もし、日本にも売信性があったら、という架空の設定で描かれる。 法廷劇、密室劇。12人の怒れる男での展開や設定を基にしたパロディが各シーンで見られる。東京サンシャインボーイズにより1991年と1992年に、またパルコプロデュースにより2005年にも上演された。1991年、三谷幸喜と東京サンシャインボーイズの脚本、中原春の監督で映画化され、 同年12月14日に公開された。夜の国道で男性がトラックにはねられ死亡した事件をめぐり、被害者男性を車道に突き飛ばした容疑によって、起訴された元妻に対する陪審審理のため、蘇生も考えも裁判への意気込みも全く異なる12人の一般市民が陪審員として会議室に集められた。評決は全会一致が原則である中、最初の決で12人全員が、 無罪に挙手。あっけなく審議終了。解散となりかけたところ、陪審員2号が、話し合いがしたいんですと言って、意見を、有罪へと翻す。仕方なく、話し合いを始めるが、挙手はしたものの理由があやふやな人、参回欲の乏しい人、不和雷道な人、意固地すぎる人など、良くも悪くも日本人らしい12人による議論は、なかなか前に進まない。 有罪無罪のケツを取るたびに、各自の考えも二点三点し、全会一致の評決を出せる見通しが全く立たない。中、それまで全く真理への参加意欲を見せなかった、陪審員11号が、自分は弁護士と称して、殺人罪による有罪説を論爆し始める。東京サンシャインボーイズ公演として、1990年、シアターサンモールで初演。 この時は、三谷幸喜も、一橋総太郎の芸名で、売信員6号を演じた。1991年の再演、1992年の密演を経て、パルコプロデュース公演として2005年12月から2006年1月にかけて上演され、ワウワウで公演の生放送も行われた。ストーリーの大筋は、各公演及び映画版とも共通だが、脚本は、 他の三谷作品と同様に演じる役者に合わせて台本を書き直す、当て書きが行われており、各公演時にもつど改定されている。事件のトリックに関しても、その理由が公演のたびに改定されている。また時代を反映した会話なども盛り込まれ、おのので違いが見られる。2020年5月6日には、近藤義正を発起人とする12人の 優しい日本人を読む会により、出演者全員が自宅で、ウェブ会議アプリ、ズームを用いて読み合わせ、YouTube ライブによって、オンラインで、無料制配信された。キャストは、東京サンシャインボーイズによる1992年公演の、オリジナルキャストを中心に、吉田洋、メガアリカ、渡辺智彦が、新たに加わり、三谷も前説及びピザ店の店員役で、 サプライズ出演して、富坂友が演出を務めた。配信側、視聴側の環境を考慮して一幕一条の作品を、前後編に二分割して配信し、前後編合わせて2万8000を記録するなど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に、伴う公演自粛の流れの中で、リモート創作の可能性を探る、ズーム演劇の新たな試みの一つとしても注目を。 集めた。三谷幸喜と東京サンシャインボーイズの脚本、中原春の監督で映画化され、1991年12月14日に公開された。ありがとうございます。